てくれたらいいのに、そばにいたいから、胸の震えを止めて、愛が分かりかけたら、きっときっとあなたのことしか言えない。楽曲はこれは1988年なんで、僕が多分当時中学生でもろ世代だったんで、改めてこう楽譜とかもらって見てみると、あ、すごい、なかなか、なるほど、あ、ちゃんと難しい曲だなというか、なというか、すごくこう雰囲気とかノリが大事な曲だと思うので、きちっとこう歌わなきゃなっていう、急に使命感に追われて、すごく、まあ、楽しみな気持ちでスタジオに来たんですけど、実際こうマイク前に立ってみると珍しくこう緊張してしまいましたけど、はい、最後だんだんなんかこう、なんすかね、自分が中学生当時のこととかもなんかいろいろ思い出して、なんかすごい気持ちがぐーっと入りました。はい、そうですね、まあ、7人のラインナップ聞いた時に、まあ、約半分は同世代なんで、多分ものすごく工藤静香さんといえばトークは、お互いいろんな引き出し持ってて多分尽きないと思うんで、そこは一回ちょっとこう付き合わせてみたいなと思いましたね。他のメンバーの、まあ、選曲のラインナップ見ても、80年代を見ていた世代としては多分こうど真ん中のすごくやっぱり大ヒットした曲をあえてちょっと外してカップリングだったり、アルバムの曲とかを多分狙ってきてるんじゃないかなっていうような、なんとなくちょっと印象があったんですけど、っていうことは多分それなりにこう皆さん、我々世代は思いがあるなってとこで、もう工藤静香というワードで飲みながら話してみたいし、まあ他のあと半分のメンバーは僕らよりちょっと若い世代ですけど、彼らは多分曲は知ってても、リアルタイムではないんじゃないかっていう中で、まあ我々の後輩連中にですね、今回参加した、いかに工藤静香さんが、我々に青少年に与えた影響がでかいかをですね、彼らに飲みながら説き伏せるという、はい、で、カラオケ行ってみんなで工藤静香ナイトするという、これやってみたいですね。そうですね、いや本当によく知っている歌だったので、なんか結構スルッといけんじゃないかなとか思っていたんですけど、いや意外に、いや難しかったですね。結構なんでしょう、その実際に聴いてるのと自分が歌ってみるのとで全然雰囲気が違ったりとか、あとなんでしょう、妙にちょっと緊張というか、すごい、あ、真面目に歌わなければなっていう思いがものすごく強すぎて、うん、もう思い残すことのないように、女の子っぽさを全力でちょっと出してみようかなと思って、やってみたらなんかそれが良かったみたいで、はい、楽しかったです。大丈夫かなって。
ライブとかってね思いましたけど、もしかするとそうなると、ね、静香さん来ますよね。そうすると途端に緊張しそうな気がするよな。せっかく歌ったからライブかな。ライブか。まあせめ、なんかライブだとあれ、ライブだとなんかすごい緊張しそうだから、まあ、せめてカラオケですかね。みんなで工藤静香メドレーを歌う。どうかな。その作詞の曲とのこう作詞とのバランスっていうのがすごくて、歌ってみて初めて、あ、すごい曲だなって、ものすごく気持ちいいし、で歌ってる人間が気持ちいいということは多分聴いてる人たちも気持ちいいんだっていうことを信じてレコーディングしましたけど、すごくやっぱりすごくいい曲だなと改めて思いましたね。工藤静香さんの釣りがお好きっていうのをすごく言ってらっしゃって、僕あのラジオよく聞くんですけど、この間あのゲストにいっぱい出てらっしゃってて結構聞いてたんですよね。であの釣りがとにかく好きで、ずっと長年釣りをやってらっしゃると。で僕あの釣りって実はあのほとんどやったことなくて、でもあのいずれ老後の趣味にしたいものの一つなんですよ、釣りって。なんかもう憧れてて、釣りに長野のんびりした時間でね釣りするとかっていうのがいいなと思ってたんですけど、だから釣りがしたいです。でもこの間ラジオで聞いてたら、のんびり系の釣りっていうよりは割とアクティブな釣りを工藤さんやってらっしゃるイメージだったんで、まあそれでも構いません。ちょっとあの連れてっていただけると嬉しいなと思いますので、あのどこでも行きますんで、あの男連中連れてみんなで釣りに行って、それを美味しく食べませんか。よろしくお願いします。嬉しいなっていう気持ちと、僕でいいんだろうかっていう不安があったんですけれども、実際今日歌ってみてとても楽しく、歌えましてですね、また
カラオケなんかで歌いたいなって自分でも思うぐらいなんかこうしっくりきたというか、うん、なんか自分の中の持ち歌の、まあ、カラオケの持ち歌の一つになれたんじゃないかなっていうぐらい、楽しんで歌うことができました。そうですね、まあ、他の方々がどういう風にこう歌ったのかものすごい気になるので、そうだな、まあ工藤静香さん縛りでカラオケなんかね行ったら楽しいんじゃないでしょうか。さっきからカラオケの話ばっかりしてますけど、まあでも本当にまあ共演している方も多いので、うん、普通にこうワイワイ騒いで、うん、お酒なんか飲みながら工藤静香さんの曲をかけながら歌いながらみたいなことができたら楽しいんじゃないかなと思ったんですが、ちょっとあれですね、僕お酒飲めない割に周りの方々結構お酒強い人多いので不安は残りますけれども、なんかそんな楽しい会が、できたらいいなと思います。初めてなもんですから、本当旦那にバレないからドキドキしてます違うか何歌ってみてどうでしたか。いや、もう気持ちよく、なんでしょうね、自分の曲じゃないっていうのがね、またそのオリジナルを尊重しつつ、なんか自分色で歌わなきゃいけないので、カバーって多分そういうもんだと思うので、まあそれなりに気持ちよく抱いたっていうのがあるので、まあ、良かったかなっていうふうにその辺は思います。キー的にもちょうどいいキーだったので、はまったんじゃないかなと手応えを感じてますけど、ね、別に何もしたくないんですあと僕人見知りなんですけど、その7人だけでまだ知らない人もいるんで、ちょっと僕がドキドキしちゃうので、僕は何もしなくていいですねつまんないよね、こんなのね。でも本当、でもあれですね、僕なんて本当世代的には完全に工藤静香さんとか、その前のおにゃんこから派生した後ろ髪引かれたいとかっていうのも学生時代の、まあ、青春の残りがというか、そんな感じがあるので、じゃあ無理くぼの翔ちゃんとか、まあ、翔太郎さんとかね、まあ、鈴村くんとか同世代なんで、なんかその辺のくくりでわかるんだけど、もうちょっと若い人たちってどういう風に捉えてたのかなと思ってね、工藤静香さんとかあの辺のを、ちょっとその辺は喋ってみたい気もしますけれども、まあ男7人集まればね、どうでしょうね、何したって面白そうな感じがあるんで、うん、普通にそうですね、工藤静香デコトラを誰かに運転してもらって、僕らトラックの2台でね、ワイワイなんか旅したいな、国道をね旅してもいいかなって、で一人ずつこう落っこちていくっていうね、荷台からね、なんかそうそう若いやつから落っこちていくってなんかそういうなんかちょっとおバカな男7人お旅姿7人衆みたいな感じで、うん、やったんですよ。僕は別にふざけてるわけじゃないんですけど、こういうインタビューが向いてないだけなんですよね。あんまりこうなんか大人な対応というか応対ができないので、どうしてもこうふざけたようなテイストになってしまうんですけれども、背の低い順に落としていきます、はい、はい、
人になりたい、一つになりたい、心細さを見せずに生きる時も、カモメになりたい、空気になりたい、あなたを傷つけないものになりたい。諦められたらどんなに楽かわからない、劇場に身を焦がして、劇場に流されて、どこへさまよい。もう僕らの世代にとっては工藤静香さんといえばもう本当にトップアイドルということで、もう見ない日はないぐらいキラキラした姿を見て育ちましたんで、何を歌おうかなと思って考えたんですけども、なんかまあヒット曲いっぱいあるので、みんながすごくこう馴染み深いやつっていうのも、まあ、プレッシャーもあるし、なんかこう、あ、そういう誰でも知ってるようなところを狙ってくるんだみたいな、なんかそういうこう、なんていうんですかね、なんかお前本当に好きなのかみたいなふうに思われたら嫌だなと思って、無理してちょっと劇場を歌うことにしましたところを、やはり予想通り非常に難しい感じの歌で、工藤さんも劇場を選んだ人いるけど大丈夫なのって心配されてたみたいで、どうだったでしょうかとりあえず頑張って歌ってみました。はい、僕の工藤さんに対してのこのファンとしてのね、この劇場を一生懸命込めて歌いました。聞いてください。なんですかね、なんか男いっぱい集まって女の人について何かしたいってなると、どうしてもなんか少しこう、なんていうんですか、夜の匂いがしてしまうんですけれども、そういうわけにもね当然いきませんので、なんだろうな、まあ正直そうですね、大きくは2つあります。本当に別にどうしようもない普通のことですけど、一個はみんなで、工藤さんのサインをもらいに行きたいっていうことと、あともう一個は生歌をどこかで一回間近で聞きたいっていうね、そういうのぐらいですかね。あとはまあ握手をしたい、そうですねそんなもんですかね。あとはだってもうほら変な話になってきちゃいますもん。まあ男同士でっていうよりもその工藤さんに1回ぐらい会ってみたいですよね、まあ、なかなかお会いできる機会がないので、はい、歌わせていただいたお礼とお詫びをねさせていただきたいなというふうに思ってますけれども、はい、そんな感じですかね。あとまあモノマネ対決とかですかね、誰が一番上手に工藤さんのモノマネできるかとかね、そんな感じですかね。はい、あとはもうちょっと変なことしか浮かびません。なんとかハリケーン、ドラマティックに叶わぬ夢、怖くない「そう今しかないわ」「ぼやぼやしてる時間はない」「ロンリーネスロンリーな夢を見てるあなたは」「この腕をすり抜けるスピードで」いや、まさか自分が工藤静香さんの楽曲を歌わせていただく日が来るとはと、まあね、子供の頃こう歌番組とかで拝見していたあの姿が脳裏に焼き付いているので、とても嬉しい反面ちょっと緊張しながら歌わせていただきました。中でもこのブルーベルベットという曲はですね、それこそ子供の頃に見ていたドラゴンボール GT という作品のエンディングテーマとして使用されていた時期がありまして、その記憶が僕の中でとても強くて、当時からなんてかっこいい曲なんだろう、女性シンガーさんだけど強さとこう儚さを感じる楽曲だなと思っていた曲なんですけども、
まあね、こう歌詞を今大人になって見てみると大人だなアニメの印象とはこうまた違うところでとても素敵なアダルトな曲だななんて感じながら、歌詞の意味もこう自分の中で咀嚼しつつ、セクシーに、かっこよくなるようにそんなイメージで、歌わせていただきました。まあ、せっかくねこうやって工藤静香さんのトリビュートアルバムという形で集まってるので、なんかもう歌合戦とかしたら楽しいんじゃないかなって思いつつ、あとはもうみんなでこれを一緒にやったら楽しそうだなとみんなで集まって、いやもしくはもう願わくば工藤静香さんの後ろでこうやってみんなでねやれる日が来たら素敵だなんて思いますけども、集まったら絶対楽しいメンバーなので、実現できたらいいですね。はい、楽しそうです。ポニーキャニオン。